はい、こんにちは。タイラーというノベルちゃんと梅ちゃんとゴーでーす。ゴーでーす。梅ちゃんの高校の同級生。同級生だね。同級生です。同級生、この時の同級生です。ワイン作ってます。ワイン作ってて、ね、今これを作ってるよね。そう、ルミリュー。ルミリュー、どういう意味ですか？ルミリューは真ん中とか書くっていう意味だ。で、今日は何するんですか？あ、じゃあ今日ね、はい、このラベルの絵を、このラベルの絵を梅ちゃんは作って、オッケープレゼント、オッケー、あ、プレゼントね、オッケー。このラベルの、うん、これをスプレーアートっぽくしちゃって、そんな感じで梅ちゃん風で、梅ちゃんベロちゃん風で、もう棒読み。わかる、やばくない？ここ描くかもしれない。大きなキャンパス、大きなキャンパス、でかいキャンパス、でかすぎる。ということで今からね、あの同級生のワインのラベルをちょっとスプレーアートに、なんかおしゃれな感じにキャンパスに描いていきたいと思います。 OK? 今日真面目にいくから、今日ふざけないから。 OK? OK。かっこよ。今どっか行っちゃったからさ、うん、ちょっとこれ隠しといて、うん、やっぱなんか気になかったから別のにしたっつって、うん、別のに全く違うやつ書いても気づくの。これでもかっこいいけど。ゴーさん、これで青っぽく言ったけど、こっちの方がいいと思います。俺にとっての青はこれだ。レッドスターだし。レッドスターだね。完成しました。本当ですか？え、本当にちゃんと書いてある？さっきのやつ書いてる。すごいじゃん。あれもう、さらに進化です。本当に？楽しみ。やっぱ時間使ったから。本当？もう待って、うん、赤くなってるじゃん。すごくない？ちゃんとして持ってくるか。え、なになに？どうぞ。ありがとうございます。普段すげえ感動しちゃった。本当に、うん、こっちもよかった。なんかね、こっちもいい。朝と夕方みたいな。本当に？あれ？なんか冗談だった。なんかもう一個同じのが、かっこいい。かっこいいよ。え、これ超的な体験。ねえ、早かった。マジ？これでいいの？普通に嬉しい。え、これかっこいいよね。かっこいいよね。マジか、なんか。マジ。ちげえじゃねえかよ。はい、ということで、長野県の安曇野でワイナリーやってる、ゴー君のルミリューのロゴをスプレーアートとミックスしたらこうなりました。ありがとうございます。はーい。長野県の安曇野に来たらぜひぜひルミリュー、ルミリュー、ルミリューワイン買いに来てください。初めて名前言えたの。ルミリュー。 OK。 もしまたチャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。お願いします。ルミリューのワインもお願いします。アディオスアミゴース。